こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、母乳育児悩むこと多いですよね。はい、今日は9ヶ月の赤ちゃんを母乳で育てているママさんから、どうにもこうにもどうしたらいいねんっていうお手紙をいただいているので紹介したいと思います。頑張らんでええよ、適当でええよ。はい、ではいただいているお手紙読みます。2歳と9ヶ月の男の子を育てています。どちらも完全母乳ですが、今回は産後1ヶ月ぐらいから乳腺炎を繰り返しており、5ヶ月の時にストレスからか母乳が湧いてこない状態が1ヶ月ほど続き、元に戻ったのですが、8ヶ月の終わりぐらいからまた母乳が湧きにくくなってきてしまい、夜の頻回授乳に悩んでいます。哺乳瓶の拒否のためミルクを飲ませることもできず、離乳食も私といるとおっぱいばかり欲しがり、全然食べてくれなくなってしまいました。こんな時どうしたらいいのでしょうか。おっぱいっていうのは、皆さんなんかね、そのおっぱいが出るから赤ちゃんが飲めるって思ってる人がすごく多いんですけど、これ実は逆なんですね。赤ちゃんあってのおっぱい、おっぱいあっての赤ちゃんじゃなくて赤ちゃんあってのおっぱいなんですね。赤ちゃんがあんまり今は必要がないよおっぱいはっていう時は、それに母体っていうのは適応していくんですね。産んでから3ヶ月ぐらいはまだその母体の方がその赤ちゃんの要求におっぱいを適応させるっていう能力が、母体がまだないのでね、未熟なので、赤ちゃんが要求しているものにこっちが応えられないっていうことが起きて、だからまあ最初の3ヶ月ぐらい乳腺炎とかね、いろいろこうおっぱいのトラブルも起きやすい時期ではあるんですけど、赤ちゃんが3ヶ月を超えてくるとおっぱいがもう学習をしてくるんですね。でそっから以降はこっちありきの赤ちゃんではなくて、赤ちゃんがこう今こういう飲み方したいねんとか、今はこのぐらいの量を出してほしいねんとか、今は頻回授乳でいきたいねんとか、今はがっつり飲みたい感じやねん最近はとかっていうね、その赤ちゃんの最近の希望みたいなもの、それに合わせて赤ちゃんはそういう吸い方をしてくるんですね。でそれを母体が受けて、それに対応できるようなおっぱいに切り替わっていくんですね。毎月変化していくんですよね。この5ヶ月ぐらいと8ヶ月ぐらいから母乳が湧きにくくなったということなんですけど、これ一方的なママの問題というよりも、赤ちゃん側が例えば5ヶ月ぐらいで湧いてこない状態が1ヶ月ぐらい続いたっていうことやけど、このまあこれ仮説ですけどね、5ヶ月ぐらいって言ったら、いよいよ赤ちゃんが首もしっかり座ってきて、ちょっとこう欲しいものに自分で手を伸ばせるようになったりとか、このハイハイとかをし始める少し前段階で寝返りができるようになったりとかで、この世界が広がってくるんですよね。そうするとこの年齢でただ天井を見てた時代とは違って、こういろんな世界がこう見えるようになって、でこう寝てる状態で見えてる世界よりも、寝返った時のこう縦になった時のこの世界観だけでも、赤ちゃんにとってはもう刺激が寝てた時代の何十倍も来るわけですよね。そうなった時にもうその世界観、おもろこれってなったら、寝返りするゴロンってする時のこのなんか世の中がブワンってこう動く感じとかも、よーみたいな、そんなのに楽しみをこう見出してしまうと、おっぱいなんて飲んでる場合じゃねえや、今いろんなこの新しい世界を僕学んでるから、ごめんおっぱいとか飲んでる暇ないから、みたいなね、そんな時期があったりするわけですよ。そうするとその遊びに夢中、その知的好奇心にあふれる、そっちに気持ちが向いてる時っていうのは、実際赤ちゃんのおっぱいの飲み方っていうのは集中力がなくなって、すごい短い時間でちょこ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 飲む感じになったりとか、で小腹満たされたらもう好奇心が勝っちゃって、もういいわみたいな、でも6人飲んでないからまたすぐお腹空いてまだくれっていう、赤ちゃんがそういう状態になっているからこそ頻回授乳になってて、でその頻回に飲むことで少量ずつなんですねって母体がその赤ちゃんの状況を判断したならば、1回1回のおっぱいをたくさん作るよりも少量で頻回に対応する、あんまり湧いてこないおっぱいになっていくわけですよ。なので基本的には赤ちゃんありきの、赤ちゃんが指令を送ってママのおっぱいがそれに対応するっていう風にできてるからね、生後3ヶ月以降は。はい、なので湧きにくくなったんじゃなくて、あえて湧きにくい状態に意図的にしたのではないかなと思いますね。8ヶ月ぐらいにもね、そんな状態になったっていうことなんだけど、この時期っていうのは人見知りが始まったりとかね、でいよいよこのお座りができるようになったりとか、さらにまた世界観がぐーっと広がる時期なんですよね。そうするとまたそっからもうおっぱいなんか飲んでられねえやみたいな、もう人見知り、場所見知りも始まって、この人
あの人は悪い人、何近づいてきた、ちょっと関わってみたいけど、でも怖い子も、でも生きて、でもああみたいな、ね、いろんなことを考えたりとか、あとその昼間にたくさん受けたその刺激っていうのが夜寝るときに深い眠りと浅い眠りを私たちは繰り返してるけど、赤ちゃんたち昼間にいっぱいいっぱい受け継ぎたその刺激がパンクするから調整しろっていう話やねんけど、調整せずにもう飽和状態まで入れるから新しい情報、そうすると寝てる間にこの深い眠りに行けなくて浅い眠りの時にわけのわからん夢を見てしまってパニックみたいなそうするとこのパニックを抑えるためにおっぱいみたいになるわけで、そんな風なおっぱいの飲み方に変わってくるのも8ヶ月ぐらいで、そういう時期かなと。そうするとこの時期も大量に一気に飲ますっていうよりもこの赤ちゃんの不安な感じ、その心の安定のためのおっぱいになってくるから、少量ずつをちょこ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 だよ、またその時期が来たよ、じゃあ分泌量ちょっと減らして、ね、湧きにくい状態にしよう、マイルドな湧き方にしようねって母体が判断して湧きにくくなるっていうようなことが起きたんじゃないんかなと思いますね。ね、夜の頻回順に悩んでますって書いてあるので、ね、やっぱね9ヶ月ね、はい、ということですよね。この夜中にねパニックになっておっぱいおっぱいになるんですよ。別に母乳が飲みたいというよりも、夜間の場合はそのお口をチュクチュクチュクって何かをこう舌で巻きつけてチュクチュクチュクってする動き自体に鎮静作用があるっていうのは研究でエビデンスではっきりしてますのでね、それでこういろんな受けた刺激、大丈夫大丈夫、落ち着こう落ち着こう、はい大丈夫、はい落ち着こう、深呼吸みたいなね、そういう役割が夜間の授乳なわけですよ。頻回の夜間の授乳で悩んでいます。確かにね、ママはねもう頻回過ぎたらもうちょっと寝かしてみたいな、もう朝起きてももう腰とか肩とかバキバキになりますからね、夜間授乳ずっと繰り返してそいつとかやってるともう勘弁してなるんですけども、マシュマロで肌と心に優しさを、まあ、赤ちゃん側からするとまだまだその昼間に受けた刺激を自分の力でコントロールする力がないから、おっぱいにまだまだ依存して頼らなければならない、その能力がまだ足りないから頼るものが必要だよっていうね、そういう状態なわけだから、それになんとかママの気力と体力がね落ち着くんやったらね、この時期はそれが必要な時期だから、はい、ちょっと頑張って対応してみるっていうのもありだろうし、ただママによってはねやっぱりねもう体力が持たなすぎてもう昼間のその子育てや仕事や家事に支障をきたすとか、メンタルがおかしくなってきて子供に辛く当たってしまうとか、子供にとってこの夜間の頻回授乳が必要なのは分かんねんけど私がもうこれ無理かもしれないっていう状態になった時は、子供にとっていくら必要であったとしても、その今この私たち親子にとって一番ベストなのはどこやろ、何を妥協するべきなんやろ、優先順位はどこやろってことをね冷静に考えないといけないんですよ。赤ちゃんにとって必要であったとしてもママがそこにもう無理をしてしまってもう無駄に無理をするっていうね、頑張れそうやから頑張ってるんじゃなくてもうできひんのに無理をしてるっていう状態、これはもう歪みが来るわけやから、その場合は赤ちゃんが必要やったとしても自分のメンタルとか体力を優先して、その場合は夜間の断乳も必要かもしれないし、時と場合によってはね、そんな風にまあ考えていかないといけないのかなと思いますね。でこの赤ちゃんは哺乳瓶拒否っていうことでね、ミルクを飲ませることもできないということなんですけどもね、はい、もうねとにかくおっぱいっていうのはやっぱりこうあったかいで加えた時にあったかいし、体温でもう塩梅のあったかさがあり、こう加えた時にママの体やから、このおっぱいを通してこの唇って一番敏感な場所がね、赤ちゃんのね体の感覚の中で、その唇に加えた時にママの脈拍を感じるんですよ。あったかくて脈拍を感じて、しかもおっぱいだからこう密着してる、ここからもこのなんていうの、呼吸感というか生きてる命みたいなのを感じれて、もうなんかいろんな意味でもうこれヒーリングみたいな感じなんですね、おっぱいっていうのは。だからこそ赤ちゃんは同じミルクで搾乳して哺乳瓶でもダメなんですよ、みんな。だから中身の問題じゃなくて、その母乳やったらいいやんじゃなくて、そのおっぱいから直でこのいろんなものを感じながら飲むということに意義があるから、哺乳瓶なんかいらんことすんなボケって言われるわけですよおっぱいからじゃないとあかんわけでね。だからもうこの時期っていうのはもうおっぱいおっぱいおっぱいになるから、ちょこ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 飲むから、この空腹とか満腹っていうのがあんまりなくて、常にお腹の状態って、まあ、一定かなみたいな感じにもなったりするんですよね。そうすると離乳食食べさそうと思ってもあんまり食べてくれないで、やっぱり手っ取り早いの8ヶ月9ヶ月はまだまだこの咀嚼をして飲み込むっていうのはものすごくハードルが高いのでね、なかなか大
大変なことなんですよ。でこれはあの乳児期からずっと赤ちゃんもっとちっちゃい時からやってたおっぱいをこう舌で絡めて引っ張ってくえーくえーって飲んでいくっていう飲み方食べ方の方あの摂取の仕方の方が赤ちゃん的には何も考えないんですよ。めっちゃ楽じゃないですか。でやったら離乳食みたいなのを咀嚼してうっくんって飲み込むっていうのはものすごい頑張らなあかん作業やけど、おっぱい楽やからあなたおっぱいあるよね、もういいから出しておっぱいってママがいたらそうなってしまいますよね。これ当然かなと思うんですよ。はい、なのでまあ、ぼちぼち、うん、おっぱいばっかりでも別にいいかなと思うし、で離乳食全然食べてなくててそうなんだけど、それはねそろそろ食べた方がいいっちゃいいんだけども、でもこの赤ちゃんは離乳食ほとんど食べてなくておっぱいほとんどおっぱいでいってるけど元気なんでしょう。大きな病気するんですか、しないでしょう、うん、って考えたらね、まだまだねほとんどおっぱいだけの栄養でもね体は回せてるんじゃないのかなということなんですよね。ただここら辺から乳児期後半からちょっと心配になってくるのは赤ちゃんの貧血が心配になってきます。というのもお腹の中でずっとママの体からもらい続けてた貯蔵鉄っていうのがあるんだけど、うんね、それが生まれてからそこからまあ乳児期の後半から1歳の前半ぐらいまでかけながらこのママからもら母体からもらった鉄っていうのをどんどん消費しながら子供って成長していくんですね。でそこでもちろんミルクであったり母乳であったりからも鉄分は取れるんだけども、ただやっぱりこう吸収するできる鉄分の分量ってものすごくやっぱ少ないんですね。でミルクの方はまだ鉄分の吸収良くて母乳ほんまに吸収しないんですよ。ただ吸収しない代わりに母乳の中の鉄ってものすごくたくさん含まれてる、 50% やとかね、ものすごい含まれてて吸収率もめちゃくちゃいいんですよね。吸収率はいいけど入ってる量は少ないってこと、母乳はね、うん、でミルクの方は吸収率が悪いからこそ鉄はたくさん含まれてるけど母乳ほども吸収できないっていうそんなことがあるんですけども、まあなぜあんまり食べてくれないと貯蔵鉄を使い切ったところからは子供が自ら離乳食を食べることで鉄を摂取していって貧血予防をしていくんだけど、あんまり食べてくれなくておっぱいばっかりの子たちっていうのは母乳の鉄の吸収率はいいけれども入ってる量そのものが少ないからどうしても鉄欠乏性貧血になっていってしまうんですね。でやっぱり鉄っていうのはしっかり脳に酸素を送っていって発達させないといけないから、この鉄が足りてなくて貧血があると脳の発達に影響するよっていうようなね表現をする小児科の先生もいます。なので鉄分はちょっと意識して取った方がいいんだけど、でも食べてくれないんだからねしょうがないもんね、母乳ばっかりでね。だったらせめてちょこ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 でいいのでしっかりおっぱいを飲ませて、でただその湧いてこないいいんですよ、赤ちゃんの必要量をちゃんと母乳は作るからね。なのでちょこちょこ飲ませることによってその量は少ないけど吸収率のいい母乳からの鉄分をしっかり取ること、もちろん貧血の検査とか血液検査とかしたら多分数値は貧血出てきます、みんなこれだけど数値では悪かったとしてもパッと見た感じ、いや元気に動くし、いや元気に泣くし、なんか笑うし、よう動くし、はあなんか元気に育ってんなって顔色もいいしっていうね、その感覚があるんであれば、その今見られてるその貧血っていうのはその病的な大変なことが起こるようなものではないと思うのでね、食べれそうな時にちょこちょこ鉄分で補給してあげたりとか、うん、でおっぱいもちょこちょこあげてっていうことでいいのかな、うん、私の経験上はあ食べ出した母乳の子でもあ食べ出したって思うのがだいたい1歳3ヶ月から4ヶ月このぐらいから急激に食べ出す子が多いですね。だ乳児期1歳ぐらいまで本当に母乳しか飲まない受け付けない子いっぱいいますけど、みんな元気に育ってるのでね、そこはそんなに心配しなくてもいいかなと思います。はい、ということで食べてくれないのに、いやそれでもお母さん頑張って食べさせててよくね保健センターとかで言われたりするけど、努力するけど食べないんだもん、じゃあどうやったら食べてくれるんですか、そのやり方教えてくださいよってママは思う。でもいや何とかして食べさせてください、何とかその何とかの方法を教えろみたいになるんですけどね、食べてくれないもの無理に口こじ開けて食べさせるわけにいかへんからね、だったらもう赤ちゃんの要求に任せてね、おっぱいをしっかり飲ますっていうことを続けていってもらって、あとはもう生理が戻るそのねホルモンバランスがこう変化していく時もおっぱいの分泌によって変わります。で急にちょっと出が悪くなったり赤ちゃんが嫌がったりっていうこともね、生理が始まるその直前ぐらい あったりもしますけど、これもちゃんと適用していくのでね、そういう時もある、人間だから母乳作ってるもん、人間なら機械じゃないからね、出たり出えへんかったりいろいろありますけども、ずっと出えへんわけじゃないから、出えへん時があったらまた出るようになってまた出えへん時もあってみたいなことでこうリズムがありながらのバランスなのでね、はい、そこはもうしっかりとおっぱいをとにかく加えさせるっていうことを繰り返しやっていってもらうことでいいんじゃないかなと思います。はい、
12人を産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。マシュマロポメロはあなたと、そしてあなたの大切な人の健やかな笑顔、そして豊かな人生の追い風となること、一途な思いを込めて作りました。私がこだわってこだわって作った商品の購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。